どうもこんにちは。今回はフリーズ動画の逆の発想で集まれバラバラパーツという感じで体のパーツを集める動画を作っていきます。今回はアフターエフェクツの基本でもあるマスクと簡単なモーションのキーフレームしか使用しません。アフターエフェクツを始めたばかりで何をやったらいいかわからないダンサーたちや道化のバギーの部下どもはこのテクニックをさっさと真似してみてください。それでは本編を見ていきましょう。アクション。ということで早速コマンド N で新規コンポジションを作成しておいたら、ここでコンポジションの設定、名前は重要なのでダンスダンスという感じで2回繰り返しておいてから、下のところで動画の尺を決めておきます。これはあなたの動画によって合わせておいてください。さあ、そしたら早速ここにダンス動画を挿入します。ダンスができない人は真夏のアスファルトを裸足で歩くことによってそれっぽい動きができます。サイズとかはスケールで合わせておいてから、うるさいってんだよこの野郎と思ったら音はオンオフすることができます。さあ、そしたら体の一部をダンサーの元へと帰還させてやりましょう。このシーンの足を切り抜きたいときは、ここでクリップを殿下の方とコマンド D で複製しておきます。続けざまに右クリックから時間の中にあるフリーズフレームでキーフレームをほじほじしましょう。ほじほじされたキーフレームはこれで写真と化してしまったので、オルト格好をして左の方だけクリップが表示されている状態にしておきます。さあ、ここでマスクを切っていきますが、注意としてクリップを選択していない状態でペンツールを使うとシェイプが作られてしまいます。てめえシェイプ邪魔なんだよと文句を垂れてしまっても、クリップを選択しなかった貴様が悪いという風になってしまいますので、クリップを選択した状態でペンツールに切り替えておいてから靴に合わせて切り抜いていきましょうか。さあ、マスクのかかった靴、略してマスク靴ができましたが、最後のフレームでこのマスク靴がここに来れば OK。ということで、キーボード P の1のキーフレームでスイッチをオン。このキーフレームは最後まで居残りをさせておいてから、最初のところにインジゲーターを持ってきておいて、ここで100歩夏休みだというウキウキ気分で好きなところに位置を動かしていきましょう。とりあえず画面右端に出しておきます。さあ、これでマスク2が足に向かって飛んできてピタリとはまって消えます。さあ、ということで要するにこれをタイミングよく繰り返すことによって今回の動画が完成します。原理は簡単ですが、繰り返し同じ作業をすることになりますので、アフターエフェクツの初心者の方の練習としてぴったりでございます。最後の仕上げとして、一定の速度が嫌だぜベイベーという反抗期の初心者は、これらのキーフレームを全て選択しておいて、F9 を押すことでイージーイーズ、つまり動きを滑らかにすることができるのでやってみましょう。さあ、とまあこんな感じで今回の動画は以上です。一度習ったスキルでも使い方を変えるだけでいろんな見せ方ができますので、ぜひとも真似してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界を挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。